どうも皆さん大好きです。もし知らん女の口紅が車内にあったらどういう反応をするのかドッキリでございます。今日はねちょっとゆめぴいないんですよ、残念ながら。明日か明後日かドライブ行って、行くまでにこいつをちょっと忍ばせて、これを発見したら果たしてゆめぴはどういう反応をするのかね。なんていうの、ローレアル、ローリアル、ロリアル、あんまり知らんねんなこれ。ちょっと適当に買っちゃった、ドンキでドンキホーテで買っちゃって、あかんか。これでもすごいよね、今のこのなんていうの、デザインというの、こんな斜めになってて。これでも置くときとかどうすんやろ、安定してへんよねこれ。一回どんな色なのかちょっと確認しましょうか。こっちか、あ、今わかった。これ普通に上下逆やったわ。こういうさデザインでなんていうの、こういう置き方すんのかなって、斜めってて大丈夫みたいな、ちょっとあなたピサのシャトーじゃないみたいな感じだったけど、この横にね、まあ、こういう感じでさらっと置いとく感じで、サングラスがここにあるから、あの眩しいっつってサングラス取ってっていうので振りましょう、ここ開けさせるように。それで気づくかな。ちなみにサングラスはここじゃなくて、このね奥の方にあるんですよ。後日ゆめぴとドライブしていきたいと思います。今から仮面に行きたいと思います。てるーん、あ、眩しい。ちょっとサングラス取ってくれる、うん、あれそこになる。指グラスも似合う女。それなんなん、親指人差し指グラス。あ、でも可愛いね、それ。あ、可愛い、うん、似合ってる似合ってる、やっぱり、うん、うん、これいいや、今。あ、そう、貧しくない、貧しい、貧しくない貧しい貧しいよ、貧しいんや、貧しい、貧しくない、貧しくない、貧しくない。眩しい、サングラスだって。このこのじゃん、ずっとかけてればよかったじゃん。はい、大丈夫、うん、生きてるよ。マリコこそ大丈夫？マリコちゃうわ。何言ってんの？何言ってんの？今の自然違った。間違い方。いや、なんか怖かった。やだ。なんで？マリコじゃないよ。何がいい？一番ありえそうな名前って何かな？さゆり。まあ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 、別に悪くないかな。トメ。トメはおらん。トメはおらんわ。トメ、トメはありがとう。しまっといて、おばあちゃんそれほんまに。トメ、しまっといて、しまっといて。どうもトメです。あ、トメやわ。なくさないよ、メガネは。
はい、皆さんちょっとね、日中全然成功しなかったね。いや、まさか4回、5回、6回ぐらい俺サラマンス外したんじゃないかな。それで気づかないとは思わなかったので、ちょっとまさかね。今ヨエピちょっと疲れて寝てるんですけど、だからこれ撮ってるんですけどね。でこれ今考えたんですけど、疲れて帰ってきたからちょっとご飯作るのもめんどくさいし、俺も出前頼んだからって言って、で本当は頼んでないですよ。でももうすぐ来るから、ちょっと現金今手元にないから、あそこに1000円置いてあったでしょ、あの1000円を取ってきてくれっていう風にちょっと言います。僕なんかこう作業してて忙しいので、ちょっとあれ取ってきてみたいな、持ってる現金足りひんからって言って、それで気づいてもらおう。あーでもほんまに腹減ってきた、腹減った。ちょっと来て、今日さ、ご飯ちょっと出前頼んだし、作るの変なくさいし、ピザとお寿司と、どっちも、うん、でちょっとさ、俺もちょっと編集中やから、現金がさ、ないのよ。ある？あ、じゃあ、あるわ下に、車の下に、じゃあ車のボックスのとこに、あーパーキング用の千円札、あの分かる、うん、開けてもすぐの、うん、サングラスの方じゃない、上の方、あるよ、この前ここに置いておくって言って、うん、そこにの、そこにちょっとあるから、ちょっと取ってきてくれ、うん、ありがとうございます、うん、1000円1000円で足りるの？2000円ぐらいだったっけ？3000円？いや、2000円はあんねん、今も、あー、そう1000円で、何はこっちのセリフだよ。え？何それ？知らんねんけど。え？助手席に誰か乗せたってこと？え、じゃあ最近誰かに乗った？まあ乗せたけど、うん、それは、まあごめん。うん。普通に女友達やけど。女友達は、ね。どっか一緒に行ってみた、行ったとかデートとかそんなわけないやん。正直に一回言ってよ、怒んないから。だってそれを聞いてないしさ。違う、そんなもうなんかなんていうの、男友達レベルの女友達、何それ。え、逆におらんの？ない、そのないよ。なんで男と女の友情は成立せへんみたいなってのか分からへんっていうか。だってないんだもん。え？だってないもん。それだから自分の人生の経験則でさ、なんでそんな自分の方がそんな立場が上みたいな。いやいや、ちゃうこれは何？じゃあこの話に戻って、これは何？これだからそいつなんやろ。誰？まもみ誰？誰？違うじゃん、やだ。まもみやって。ドッキリやって。まもみってあれだよね。まもみって言われたら。ちょっととっさに出えへんかったわ。いや、本来これな、ここで気づかせるものではないやん。車の中で気づかせようとサングラス何回も取らせたのに、あんた全然気づいてないからさ。え？なんで？昼間からずっと会ったってこと？ずっとあったよ。それは全然気づかん、怖い。こっちが怖いわ。こいつどこ、え、どうしてんの、まもみちゃんの。本当なんだろうな。なんか一瞬ちょっとだけ、なんか、
まあ、なんかすごい 1% ぐらいの望みだけど、マイピーのプレゼントだよみたいなこと言うのかと思ったらさ、え、プレゼントだよプレゼントだよ、目ん玉に押し当てるさ。合う？あ、めっちゃいいやん、ナチュラルのメイク、うん、高そうな匂いがする。いや、3000円にしてなかった。あの、ヨイピーの使ってるのは300円。安っ。動画を見てくれてありがとう。もしご夫婦ちょっと応援してもいいかなと思ったら、チャンネル登録ポチッとお願いします。もっと応援したくもええでーという方は、高評価コメントもよろしくお願いします。 Twitter のフォローやシェアもしてくれたらとっても嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。